対側に落ちる今すごいとこにすごいとこに、あ、俺携帯ねえ や写真だけこうパシャって撮ろうかな。で、これさ、映っとんかな。分からん、それは分からんけど、画角的にはなんか映ってさ、もうちょい、え、こう出てくる、多分もうちょい下でいいと思う。よっ、まあ、それ自分の胸ばっかり映っとるやろ。あ、それぐらいでいいと思う。もうちょい、ほんとに。だから風吹くなよ。心がさ、前さ、炭を起こしてくれたからさ、あの、炭のかけらもめちゃめちゃ落ちてるからさ、掃き掃除もしよっか。はい、これは吹かなあかんよな。いや、一回畳んじゃおうぜ先、あれか。っていうか、あの、お前ここでタバコ吸いすぎてから肺もすごいから、はい、ジャジャってやっちゃった方が早いケースな。ザーって掃き掃除して、これもわーって落として、椅子もな、一個でいいもんな。そうそうそう。あ、じゃあこっちは生き残しリースにしようか。じゃあ、あの、いつものフォルムに戻すか。よし。もうバタバタやるから下で。あ、なんか怖いこと頑張ってるって喋ってる。ごめん。いいね、ごめん。下のやつ。なんか上からどうしたのか、バタバタ音がするって言ってた。で、え、ちょっと持ち上げてるな、引っかかった。はい、タンマ、タンマとかめちゃめちゃ久々に聞いたわ。うせやん。いや、言うよ言うよ。で、あの、一旦待って、それあれ電子レンジじゃないですか。なんでお前がって言うの。なんで俺が覚えとんの。俺、記憶力皆無すぎん。お前の夢が、はっってなったら、蓋の話や、それ。よし、冷やしてたのか。優しい、俺。もうちょっと心に優しくしたってってコメントはなしやで、ね、俺が最初言ってるから。みんな、分かったか。お前らがコメントするより先に俺が毎日言っとんねん。心に厳しくないって知ってる。全く厳しくない。はい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 。危ない危ない。俺のエクスカリバーが暴れるとこだった。いや、芋面白いな。芋なんかあれじゃない。これさ、裏向け。これなんでこんなさ、枯葉が、なんでもねえわ。枯葉が落ち、サンクラが見てる。あ、見てるわ。あいつら何やってんだ。違う、あいつらニャニやってんだか。猫的に。猫的に。猫語的に。猫語ってなきゃろ。よし。よし。はい。はい。で、おい、お前ロン、スーパーロン毛の女連れ込んどるやろ。やばい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 。おいおいおい、バレた。なんだこのスーパー、髪の毛かった。絶対アミドの繊維。アミド、アミドもそういやさ、うん、ないねん。あ、張り替えてない。張り替えてない。まあもう夏じゃないし。そうなんやけど、こっちも張り替えてくれと。それも怒られるからお前分かったんだろうな。でもここさ、アキドにいるのね、アミドにせんのね。だけど、なきゃ困るやろ。困るかな。いや、そりゃそうやろ。あの、取れ高がね、また7が、うんってなったりするときに、取れ高が、可能性が今、1なわけよ、ここ。あっちもあった方がいいよね。みんな、うんって言ってる。な、どう思うよ。網戸は早く張り替えてください。もしかしたら、次は、ヒカルさんがぶつかるかもしれませんね。いやん。まあ、バーベキューのシーズンをね、ちょっと一旦終了したから。そうで、ね、中の分だけ、中ちゃうわ、外側だけっていうのない。どういうこと。落ちたところを修復。待ってよ、それ待ってよ、それ待ってよ。それ絶対炭がブラブラブラってなる。
あ、無理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 。これ持ち上がらん。どういうことどういうこと。持ち上がらなかった。うん。これとあれ。真ん中が折れる。あ、すげえすげえすげえ。ふしゃってなる。ふしゃって。すげえ。けどさ、ふしゃってなった方がさ、捨てるの楽ちゃう。ふしゃってする？え、ちょっと待ってちょっと待ってちょっとカメラ撮ってカメラ。一旦これ行ってもらう。ああ。そう、これのおかげで、これみんな大事やわ。何？墨落ちんかったもん。あ、こいつのせいでダバダバってならんの。そう。取れ高的には邪魔やな。あ、おい。え？おい。ありがとうございます、あの各種、これアウトドア用品、キャンプ用品の会社の皆様、ありがとうございます。で、取れ高的には、YouTuber 専用底落ちみたいなのも欲しいな。危なすぎるな。違う、だからリズそれさ、バキバキになるやつさ、みんな絶対見たいし、映ってないから撮りたいからカメラ撮ってくれ。このままでいくね。どういうこと？このままでいくの？だから話聞いてる？バキバキに。バキバキ？せっかくなら、だってさ、こんなんさ、鉄バキバキにしたら絶対あかんやん。絶対見たいって。小学生、男子は。小学生、男子のためにカメラ撮れ。ここでカメラ撮るん、怒られるもん。なんで？全部、あれやから。いや、もう、りゅうちゃんの顔なんて1ミリも映ってないから。もう俺はこれがみんながバキバキになるの見たいから、バキバキして。あ、割れた、ほら。お、すげえ。すげえ。え、これ鉄？ほんまに。え、ちぎれとるやん、手で。ほら。え、これさ、昔、今もやってんかもしれんけどさ、あれやろ。実はこれ、全部クッキーでできてるとかやろ。よう持ったな。食べれるか。おぉ半分こになった。すげえ。ちゃんと使えばこんなことまでできる。待って、りゅうちゃん怪力すぎない？やばい、俺鉄粉砕。ちょ、冷たい？ぼちゃんって今水。あ、そっち？今、灰かかってんの冷たいって、こいつどういうことやと思った？はい。うわ、すげえ、バキバキになってる、マジで。半分になった。ちょっと俺も降りたい。え？え、マジでさ、ゆるいやろ。本当に、ちょっと、となんかしっとりしたクッキーぐらいの高度しかないな。そう。あ、落ちた。え、すご。あ、カントリーマームぐらいよ、ほんまに。あ、まあそうだね。ちょっと、厚さの、厚みのあるクッキーと変わんないかも。あ、焼けた。え、ってかさ、これこそさ、袋した方がよかったの。おいおいおい、お前、袋破けるからって角折るとか、ゴリラかよ。すげえ、マジで、パリパリ。ほら、もう、全然力入れてない。No. 一度触ったらスーって折れてる。すげえ。りゅうちゃん、はい。あと真面目にそうですか。じゃあ、片付けて真面目にしようとしましょう。一旦閉めるわ。はい。で、もう一個これは別で袋いこうか。ああ、オッケー。じゃあ、はい。真面目に掃除します。オッケー。